青山豪商、青山豪商、青山豪仕様。1963年6月21日体は、日本の漫画家。本名、豪商、吉政。血液型は B 型。鳥取県東白郡大英町、現北英町出身。鳥取県立由良育英高等学校、日本大学芸術学部美術学科絵画コース卒。元妻は、声優の高山みなみ。 代表作の名探偵、コナン、刃は、それぞれ小学館漫画賞を受賞している。特に名探偵コナンは、幅広い年代層に人気があり、テレビアニメか、劇場アニメ化もされている、2017年に発行部数が2億冊を突破。他に、マジック・カイト、4番サードなどの作品がある。1963年、鳥取県大英町。 現在の北栄町に生まれる。北栄町立大栄小学校を卒業。小学生の時の卒業文集に、私立探偵専門の漫画家になりたいと書いていた。鳥取県立由来育英高等学校を卒業した後、日本大学芸術学部へ進学する。部活動は小中高と剣道部に在籍し、アニメーターに憧れて高2から美術部に入っていた。大学時代は、 漫画研究部、熱血漫画根性会に所属。もともとはアニメーターを志望していたが、万見の先輩である、矢野博之に、アニメーターよりも漫画家の方が儲かると言われ、漫画家を目指すことになる。千葉哲也の大ファンであったため、少年マガジンに持ち込んでおり、担当編集ともうまくいっていたが、この頃に就任した、編集長から、青山くんの絵が気に食えない、このまま。 マガジンでやるなら、絵柄を変えた方がいいと担当経由で伝えられ、マガジンでやっていくことを断念した。この後、持ち込み先を選ぶために、すぐさま本屋へ雑誌を探しに行き、その場にあった、少年サンデーを見て、編集部へ連絡し、その足で原稿を持ち込んだ。この時に原稿を見てくれた編集者の世話になり、1986年、ちょっと待っててで、 小学館新人コミック大賞に入選し、同作でデビューした。1994年、平成6年、週刊少年サンデーで、名探偵、コナンの連載を開始する。マガジンで、近代一がヒットしているので、サンデーでも推理漫画をやってくれないかと変部に打診されて、名探偵コナンを描き始めた。当初はあまり乗り気ではなく、 ネタ的に続かないため3ヶ月程度で終わるだろうと思っていた。2005年5月5日に声優の高山みなみと結婚。青山自身の作品、刃の主人公、黒金刃役や名探偵、コナンの主人公、江戸川コナン役として出演しており、それがきっかけとなった。その後、2007年12月10日に離婚したことが報じられた。 2007年3月18日には、出身地である、鳥取県北栄町の道の駅大栄に、青山豪商、ふるさと館が開館した。2017年12月13日、療養と充電のため、名探偵、コナンの再開時期未定の長期救済が、少年サンデー第3.4合併号で発表された。2018年4月に、 VTR 出演した際には4ヶ月の休養については編集部の意図であり、青山本人は病床に伏せっていたわけではないと述べている。2005年5月5日に声優の高山みなみと結婚。青山自身の作品、刃の主人公、黒金刃役や名探偵、コナンの主人公、江戸川コナン役として出演しており、それがきっかけとなった。愛病は、 結婚祝いにアシスタントたちから送られたロシアンブルーの会と、その後、2007年12月10日に離婚したことが報じられた。四人兄弟の次男で兄は科学者、一つ下の弟は実家を継いで、車や一番下の弟が医師。科学的なことは兄に聞き、死亡推定時刻などは弟に聞いているという。また、いとこの一人に小学校教師がおり、 県警の警視であるアシスタントのギフも合わせて、コナンを描くときのアドバイスをもらっているとのこと。いとこの一人には、お笑いコンビオキシジェンの田中知事がいる。好きな食べ物は、カレーライス。また、サントリーのウーロン茶も大変好んでおり、日頃から安飲しているという、レーズンと納豆が嫌い。そのため、名探偵コナン特別編にて、主人公、江戸川コナンの嫌いな食べ物は、 青山と同じレーズンであるという設定の話が出されたことがある。主人公やヒロインの精神年齢に対する肉体の年齢がある日突然大きく狂わされるまたは肉体の年齢を飛び越えるというモチーフを多く使用している。例えば、年上の恋人と同い年になるためにタイムスリップを試みる少年を描いたデビュー作、ちょっと待ってて、 桜が起こした奇跡で青年の姿に若返った老犬子が束の間蘇った青春を楽しむ活劇、プレイ・イット・アゲイン永遠の命をもたらす伝説の宝石を追う組織に父親を殺害された高校生が組織の野望を砕くために二代目怪盗として活躍するマジック怪盗若い娘の世紀を水老婆に変える宇宙人の女王によってヒロインが老婆の姿にされる 刃、家具や変、名探偵として、名を馳せた、高校生が未完成の毒薬の作用で、小学1年生相当の姿に帰り、探偵としての地位や、証言能力を失った状態で正体を隠したまま、組織を追うため、奇想天外な秘密道具の講師や幼馴染の父を、影武者に仕立て上げることで子供姿のまま、探偵家業を続ける、名探偵難な,など。以前は、 作品が完結しないで、連載、執筆を終えることもあった。しかし、名探偵、コナンの最終回のプロットは、作者自身の頭の中ですでに出来上がっていると、話している。アニメーター志望であったこともあり、県有伝説刃の最終回や、名探偵、コナンの劇場版では、原画や絵コンテをはじめ、ゲストキャラクターのデザインや、脚本の監修など、いずれも一 積極的に関わっている。原画は、主にクライマックスなど、キャラクターの見せ場となるシーンを担当している。絵の特徴である目のハイライトの入れ方のルーツは、大学一年の時にハマっていた、先頭目かザブングルのキャラの瞳。通称、ねじめと呼ばれる交際のない瞳に一本のハイライトが、入った、デザインを変化させ、もっとキラキラさせたのが最初とのこと。また、 光の入れ方には、目線の逆方向に入れるという法則がある。デビュー間もない頃に、痛快なり雪番組風雲。竹史上 TBS に挑戦者として出演する。結果は、悪魔の館で、タンコボ牧場に噴する悪魔に捕まり、顔面に墨を塗られて失格。特別編、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。